ファラフェルファラフェルもしくはファラーフェルは、潰したひよこ豆やそら豆に、香辛料を混ぜ合わせ丸めて、食用油で揚げた、中東の料理。西洋料理のクロケットや、それを模して作られた日本料理のコロッケなどに似た、調理法を持つ。水に戻してからすりつぶしたひよこ豆かそら豆、またはその2つを混ぜたものに、パセリやコリアンダーと、 様々な香辛料を混ぜ丸めてあげたものである。また、アレクサンドリアを除くエジプトでは、空豆で作るものを、ターメーヤと呼ぶ。欧米では、マッシュリク式のヒヨコ豆のファラフェルが、最もよく知られており、エジプトから当地中海沿岸、アラビア半島南部、イランまで広い地域で愛されている食べ物である。エジプトでは、マメのみ、シリア、レバノン、イラクでは、 空豆とひよこ豆半分ずつ、パレスチナやイエメンではひよこ豆の実で作ることが多い。空豆を入れた方が、ファラフェルがしっとりするという。火を通して潰した、じゃがいも、ブルグール、溶き卵を加えることもあり、イーストを加えてふっくらと揚げることもある。パレスチナの地へのイスラエルの建国当時、国外からの移民が集中した時、 国内で深刻な肉不足が起こり、安価でタンパク質が豊富なファラフェルは、国民の貴重なタンパク源となった。しかし、イラクやクルディスタンからの移民の中には、先天的にグルコースマイナス6、リン酸でヒドロゲナーゼ血管を持つものが多く、マ豆の入ったファラフェルを食べてマ豆中毒を起こし、死に至ることもあったため、イスラエルでは、マ豆のファラフェルは作られなくなった。 ファラフェルはエジプトの国民食でもあり朝昼夜を通していつでも食される。コプト政教の祝日にコプト教徒はファラフェルを大量に作って友人や近隣の住民に配る習慣がある。パレスチナではピタパンにトマトキュウリフムスを挟みタヒーに A、タヒーにごまペーストソースやフムスをかけてラップ状サンドイッチにして食べることがある。 ファラフェルについては、ユダヤ人もアラブ人も食べ方に違いはない。そして、パレスチナにおいては、ファラフェルを販売している簡素な飲食店において、ファラフェルと共に、プリガットなどのジュースや、コカ・コーラやマカ・ビー・ビールや、ゴールドスターなどと一緒に飲食することが多い。また、先の飲食店において、ファラフェルだけではなく、シュワルマや、シュニッツェルなども、 メニューとされていることが多い。シリア、レバノンなどの地域では、ホブズマルクーク、または、ホブズアルイコールジャバルと呼ばれる直径30センチほどの、薄い南上のパンにトマト、イタリアンパセリ、赤かぶやキュウリの漬物などを細かく切って散らし、これもまたざっと砕いたファラフェルを散らして、ソースをかけ、くるくると巻いて食べる。北米やヨーロッパ各国の中東料理店でも、 ピタパンに、野菜やソースと共に挟み込む形で供されている。アジアでも、日本の東京都や京都市、尾道市にこの様に供する店がある。ジョーン・ネイサン、ザ・フーズ・オブ・イスラエル・トゥ・デー、クノープ、ニューヨーク、2001、ピアニッシモ、70-71、クローディア・ローデン、ザ・ニューブック・オブ・ミドル・イースタン・フード、クノープ、ニューヨーク、2 0 0 0 p61 から62 ISBN、ISBN0 から375405062、ソーニャ・ユーベージャン、レシピスリメンバランセズ・フロム・アン・イースタン、メディテレニアン・キッチン、ザ・シアマント・プレス。ノースブルック・イル・ USA、ェ九ウ九1999、p113。ありがとうございます。